皆さんこんばんは、ベニバナブタオです。皆さんは劣等感ってありますか？周りの人と比べて自分だけ劣ってるような気がする。自分だけ仕事ができない、自分だけ勉強ができない、スポーツができない、あるいは顔が悪い、うまく喋ることができない。誰だって一つや二つ劣等感を抱えているはずです。劣等感を全く持ってない人間というのはもうそれ逆にバランス的にどうなのっていうところがあると思いますが、じゃあ豚は、このいつも自信満々で胸を張って生きている豚は劣等感があるのかどうかという話になってくるんですが、実はねめちゃくちゃあります。それはどういうところかというと、ゲームが下手なところ。ゲームが下手なんですよ。こんなにね毎日スレイザースパイヤーの動画を上げてるのに、別にスレイザースパイヤーも上手くないですし、であと最近スプラトゥーンのサーモンランにめちゃくちゃハマってるんですけども、対戦は全然やってません。あのね、豚の周りにいる人がね、豚よりみんな上手くってさ、豚いくら練習しても上手くならないんですよね。で、だからといって豚って世界で一番サーモンランが下手なわけじゃないじゃないですか。世界中のほとんどの人はスプラトゥーンをやっていないから、当然サーモンランもやったことがなくって、全体的な世界人口の比率でいくと今70億人ぐらいいるのかな。70億人ぐらいいる中でスプラトゥーンのうまさでいったら上位 1% に入ると思うんですよ。赤ん坊とかも含めているからね。だから劣等感の正体って自分の隣にいる人なんですよね。自分の周りにいる人が自分より上手いから劣等感が生まれる。じゃあスプラトゥーンをやったことない人ばっかりの中にいれば劣等感なんて感じるはずがないこともないか、ちょっとそれは暴論か。対戦する人が比較対象ですからね。なので、毎日毎日劣等感を抱えて自分は劣ってる人間だって思う人はですね、ちょっと視点を変えて、自分が劣等感を感じない、逆に優越感を感じるような人間関係を構築するといいかもしれませんっていう と、自分がなんか低気なところに落ちていって、なんかあんまりイエスじゃないような感じがすると思うんですけれども、こういう言葉を知ってますか？傾向となるも牛語となるなかれって言葉ですね。これは要するにどういうことかっていうとですね、自分よりも優れてる人たちの一番ドベに行くんじゃなくって、自分と同じか自分より劣ってる人の中のトップになりましょうっていうことなんですけれども、なんか情けないことわざだと思いませんか？でもこれね、心理学の実験で証明されてるらしいですよ。IQ120 の人ばっかり集めた中でですね、あのなんか仕事をさせるとですね、 IQ120 の人ばっかり集めた人の中でも必ずドベが生まれるじゃないですか。でそのドベの人って周りの人に劣等感を感じてですね、 IQ が100程度まで下がってたらしいです。 IQ20 下がったんですよ。ごめんなさい、これあの正確な数字はちょっとうろ覚えなんで間違ってるかもしれませんが、要するに自分より劣って、あ、自分より優れている人たちの中に放り込まれると人間って実力が落ちてしまうっていうわけです。ぜひね、この今の教訓を聞いてですね、あなたの人生に役立てていただければ幸いでございますね。で、前回もねカースト君でやってたんですけれども、これ呪いが強いキャラクターなので、これ呪いの鍵を取ってさらに呪いを増やしていこうじゃないの。ちょっとデッキ見返してみようかな。この動画から見始めた人もいるかもしれない。で呪いがあの武器になるキャラクターなので、当然ね何枚か呪いが入ってるんですけれども、傾向としてはこのデッキというか戦い方で流血を重きを置いてるんですよね。流血っていわゆるサイレントさんという毒みたいなもんなんですけれども、敵が流血状態になっている時にこっちに攻撃を加えた場合にその流血のダメージを与えることができるっていうちょっと変わった能力です。で毒と違って条件がついている分、流血をつけることができやすいということですね。ただ流血デッキというほどでは、なんか流血をそんなに流血させるっていうのがあんまないから、ここからですね流血以外のカードを減らしていって、で逆に流血の比率を増やしていけばいいと思います。お金が330あるので、そうだね、一番最初に勝利のところに行ってお金を手に入れようかな。あとは燃え盛ってくるエリートに近づいていけば問題なしですね。 OK、 お店が2つあるので2つも入っていきましょう。でギャンブルチップで捨てなカードを捨てることができるので、入り貢ぎ、ターン開始時にエナジーを得てランダムの呪いカードを手札に加える。これコストゼロなので速攻使っていきます。でここは一番最初から防御を、敵が流血を受けてる場合ダメージを倍にするってあるけど、流血させるカードがそもそもないので一気に3枚捨てちゃいますよ。流血カード来い。来ないですね。虚無の構え、
2枚のランダムな呪いを山札に加え、シャッフルするたび呪いを引くたび筋力2を得る。エナジーが5あるんですよね。でそもそもエナジーが余ってるので、ちょっと1ターン目は単純に防御することになっちゃうんですが、メッタ出ししようかな。これ敵が流血しなかったら意味ないんですよね。カード1枚選択、カードを4枚引く、灰は灰2かな。で、聖堂の棘を持っているので攻撃するたび相手にカウンターをしていきます。でこの凡庸は呪いの中でもかなりきついカードなので、とっとと攻防の整理を使って凡庸消しておきましょう。で楽印が来たので、まず流血を敵に与えようかな。呪いカードを引くたびに、引くか廃棄するたび3ブロックやる。これさっき使っといたらよかったな。まあエナジーはめちゃくちゃ余ってるんで、ドロー系のカードがめちゃくちゃ重要になってくるんですよね。楽印で流血もダメージも与える。で5ブロックを与え11ダメージを与えて、あ5ブロックを得て11ダメージを与えて、さらに呪いまでもらうことができる。でさらにエナジーがまだ2余ってるから、 OK、 これで1匹倒しました。これ敵全体にさ流血ダメージを与えるっていうのが強いんですよね。スティングアイも持っていきましょう。あまた凡庸だ。17ダメージを与え、手札の全ての呪いカードを廃棄、廃棄したカードにつき1の筋力を得る。これ強いね。ただ全てが廃棄されるのか。全てが廃棄されるのか、どうしよっかな。全て廃棄されちゃったらさ、灰は灰にとか使えないじゃんね。じゃあ一回この遺恨を使って、儀式カードを手に入れて攻防の整理を使って凡庸をふとと消してしまう。 OK、 スティングアイが来ましたね。じゃあスティングアイで流血を与えて、どっちに与えようかな。こいつでいいか。はい、流血を与える。でソウルリープで HP を回復していこうじゃない。であとは灰は灰にを使って周知を消して一気にカードを引く。でまだ灰は灰にを来た。楽印で流血を与えて、すごいエナジーがいっぱいあるんですよね。でも灰には灰には使えないから、どうしようかな。どうせ呪われし鎧を使っても敵の攻撃はそんなに高くないので、悪魔の剣とストライクを使って、これでターンエンドでいいかな。でこれで流血で死んでくれるはずです。悪意あるストライクも入れておこう。これはニルリーのコーデックスの効果ですね。で生き返っちゃったんですが全然問題なし。どうしようかな、どうしようかな。 8×2 で16ポイントダメージだから、先にこいつからほぐっておきたいですね。まず悪意あるストライクを使ってエナジー2得ていきましょう。でマント着用を使って手札に呪いがある場合はエナジー1を得る。イエスじゃない。でもこいつ8に16ポイントダメージがかなりイエスじゃないので倒しておきたいんですけど、どうしようかな。右に流血を与えてダメージも与えていく。でメッタ出しを使うとエナジーを得ることができるから、とにかくエナジーがだだまりなんですよね。で山のように来ましたけど、怪我、痛み、疑念で全部呪いなので全く役に立たない。こんな呪いばっかりやっても。はい、カウンターしていく。でこのターンで1匹生き返るんだよね。生き返らないか。生き返らないのであれば殴りたい放題ですよね。攻防の整理を使って、よしよし、究極の苦痛が来た。究極の苦痛が来たが、そんなに流血してないんだよな。これもうちょっと流血してたら勝負終わってたんですけどね。6に12ポイントダメージか。なかなか勝負がつかないね。あー、全員生き返っちゃった。イエスじゃないな。うわ、めっちゃ来た呪いばっかり。どうしようかな。とりあえずスティングアイで20ポイントダメージでしょ。これでもほぼこいつ流血で死ぬね。次のターン、いや死なないな。2だけだから、ちょっとね流血のダメージそんな高くないからきついかもしんない。灰は灰にを使って一気にカードを引く。もうとにかくねエナジーは山のようにあるので、メッタ出しとバイタルストライクがこっちに流血がついてたら強いんだけどね。流血したやつをいじめるためのカードですからね。お、強っ強っ、攻撃力高っ、筋力えらいことになってる。このアーティファクトを1L ってはっきり言ってこのデッキだとあんまり役に立ってないので捨てて、どうしようかな。エナジーがとにかくあるんだよね。
じゃあ呪われしアメレットでいいか。悪意ある懇願、エナジーを得る、手札に呪いがある場合追加でエナジーを得る、はい、切ってあるけどエナジーは余ってるんですよ。じゃあこの呪われしアメレットみたいなドローカードがいいですよね。とにかくドローカードが欲しい、ドローソースが欲しいんです今豚。ギャンブルチップがめちゃくちゃ役に立ってます。まずは灰は灰と怪我のコンボで一気にシャ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 ってカードを引くことができる。で入場入り見継ぎか、入り見継ぎもエナジーゼロだし使い毒でしょ。で敵の攻撃がそこそこあるので呪われし鎧を使って完全に防御しておきたいので、これは全部いるかな。メッツ足がちょっといらんかな。敵が流血してなかったらもう意味ないもんね。このカード、このカードだけ捨ててスティングアイゲット。なるほど、これアタックカードだからスパイカーのカウンター食らっちゃうのか。まあ、まずは入り貢ぎを使って、で幸運なお守りを使う、で灰は灰にを使って怪我を捨てて一気にシャラララッとカードを引くが防御ばっかり来るじゃない。全く役にならない、こんな防御ばっかり来てもしょうがないのに。じゃあまあさっさと倒したいのでスティングアイこいつに流血つけようかな。あとはストライクもこいつにつけて、もう25ブロックあるから殴り放題ですよね。ダークバリア無形 1OL 廃棄、これエナジー3も使うんだ。所持しているレリックの数の2倍のダメージを与える、これでいいかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 だから24ポイントダメージ与えることができるので、まあ、そこそこ強いね。とりあえず流血しているのがこいつなのでバイタルストライクをしたら16ポイントのダメージを与えるんですよね。与えるけどさ、その分トゲトゲでダメージ食らっちゃうわけじゃない。ちょっとイエスじゃないよな。メッタ足を使ってもさトゲトゲでダメージ食らっちゃうわけじゃない。ちょっとイエスじゃないですよね。どうしようかな。まあでも一応ブロックはあるからこのターンにこいつ倒しておきたいな。防御も使ってエナジーは余りまくってるからね。メッタ足でちょっと削っておく。あー防御きた。いやイエスじゃない。あれエナジーが、あーくそ、もう3枚使ったから無理ってこと。後から凡庸が来た場合でも適用されんの。凡庸が手札に来てから3枚じゃなくって、そういうことか。めちゃくちゃ嫌だなこれ凡庸が来るので、こっちにも聖堂のトゲがあるから向こうもトゲトゲ、こっちもトゲトゲでトゲトゲ同士状態。マント着用を使って増やすでしょ。エナジーを増やしました。でこれで究極の靴を使うと、よいしょっと、流血3が来たね。で3で、究極の靴を使うと15ポイントダメージを与えることができるので、あーギリギリ死なない。こいつは流血なくなってるし、こいつに至ってはどうしよう。爆発食らっちゃう、爆発食らっちゃう、食らった、結構食らったな。やだな、トゲが7になってるじゃない。全然勝負が終わらないね。敵が流血もなくなっとるから不器用が来た。どうしようかな、どうしようもないよな。殴りたいけど殴ったらカウンターで7ポイントも食らってしまう。でもこっちに流血があるわけじゃないし、悪魔の剣で一気に倒せるね1匹で。しかも筋肉が1、筋力が1上がってるし。あとはねどうしようかな。ここはエナジーが余ってるので虚無の構えをして、で次のターンからどんどん筋力を上げていこう。スタンストライクもイエスですね。こんな雑魚にダメージを食らっている。うわ山のように来る、山のように来る。呪いのカードばっかりじゃないこれ。まあでも一応これで流血を与えることができるんですけど、終わってんなこれマジで。これ全部全部呪いのカードじゃない。これでどうやって勝てつつのよ。敵もなんかさこっちに攻撃してくるわけでもなくさ、ひたすらトゲを強くしていくから流血が意味ない。攻撃してくれないと流血って効果ないからね。トゲが9ダメージってもうトゲのダメージじゃないよ。とりあえず今流血を与えたのでカードを3枚引いてランダムの呪いを山札に加えシャッフル。呪われしレリックも引こうか。35ポイントダメージだからこれで勝てますね。オッケー、勝てるけどさ楽に入れとくか流血だから。
HP かなり減ったよ、ザコ的2体で。もしかしてちょっとユズじゃない？オレンジ色の外脈がある。オレンジ色の外脈ってめちゃくちゃ強いレリックなんだけど、いや買うか、オレンジ色の外脈。パワーとね、スキルとアタックを同じターンに3つ使うとデバフが解除されるんですよね。だから例えばストロイドポーションの後でこのオレンジ色の眼薬でそれ効果したら筋力プラス5になったまま下がらないままでいけるんですよね。だからとりあえずこれ買って、で246あるから、グレムリンの角笛も変えると。グレムリンの角笛か、結構強いと思うが、ただね、あと残っている雑魚敵戦がこのお店も行くから、1匹エリート、いや雑魚の方行って、2匹3匹4匹5匹5匹のためにグレムリンの角で買うのもな。カード熟サービスでカード熟するか。来ても嬉しくないカード、流血と関係のないカード、ドローソースにもならないカード、ストライク防御だな、防御がいらない。ちょっとね、このデッキちょっと防御が弱いんですよね。だから雑魚敵倒した後でなんか防御系のカードも欲しいところなんですが、ギャンブルチップです。で悪魔の剣で筋力を上げることもできますが、いきなり敵めちゃくちゃ攻撃してくるじゃない。手札に呪いがないのでマント着用が意味なくなってしまってますね。バイタルストライクと楽印はシナジーが効くので、この2枚のカードを捨てて、ほい、うー、来た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 、怪我が来た。でマント着用でまずは防御しつつエナジーも増やして、で次のターンからエナジー6にすると、遺恨を使って高速移動来た、よしよしよし、7ブロックを得て、しかも怪我を捨ててストライクと防御も手に入れることができました。じゃあまず防御使うでしょ。ドイツから先に倒すかって言われたら、やっぱりこの攻撃力14のふざけたやつに流血を与えて、でバイタルストライクで2回ダメージを与える、2回じゃないわ、2倍のダメージを与える。これね、敵が24に対して24に対してこっちがブロック23だから1ポイントダメージ食らっちゃうんですが、トゲでしっかり返すことができる。スティングアイと攻防の整理か。虚無の構えは最初の方に使っておきたいね。スティングアイとソウルリープでちょうどこいつを倒すことができるが、流血は別のやつにつけたいね。なのでね、あ、究極の靴ある。じゃあ究極の靴を使ってなるべく全員に流血を与えたと、究極の靴使えば結構美味しいことになるよね。真ん中のやつにも流血を与える、流血が3でしょ。で右端のやつにも流血を与える、こいつも流血が2で、この状態で使うと全員に10ポイントダメージを与えることができる。よいしょ、呪われしアミュレットだ。どうしようかな、防御しよっかな。さすがにノーガードはきついよね。でこれで流血が3、こいつも3で、こいつが2だから12ポイントとこいつだけ6ポイントか、違う違う、8ポイントかダメージ与えることができる。そこそこダメージは食らっちゃうけど、よし、 OK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 、 気持ちいい気持ちいい。でエナジーがゼロなのでターンエンド。究極の苦痛全員にやったら強いかなって感じですけど、さすがにこの階層まで来るとちょっと見劣りがするというか、そんなに強ないですね。エナジーを得て、でハイワハイニを使って一気にカードを増やしていく。よし、楽印が来た。楽印が来たから、どうせなら攻撃の方のやつに流血を与えるか。流血3。
で、骨身プレートアーマーも 3L ってあるけど、今更 3L でもね、もう敵が風前の灯火なので、左側から倒していこうかな。倒す。で、あとはストライクを使って、で最後骨身がせっかくゼロなので使っておいて、行軍の守りを使ってターンエンド。これで敵が悠長にさ、あの防御行動をしている間に豚が勝利を収められるってわけよ。流血なくなってる。呪われし魔法書、魔法書か、これ使って一気に引くか。流血来た来た来た、流血来た。じゃあ一回流血を与えることができたら、メッタ出しでメッタメタにすることができるから、ソウルリープで HP も回復して、で最後にクリティカルストライクをしてターンエンドってわけ。よし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 。拷問流血5を与える。あ、これゼロじゃない、コスト。こういうのはガンガン取っていこうよ。でまあ結構 HP が減ってるので、右側でエリート狩りがしたいが、焚き火に行って HP を、おイエスじゃない。ポーション購入がどうしよっかな。でもポーション、あでもアーティファクトっていらないしな。これ1個だけもらおうかな。賭博士の増上数イエスですね。これ捨てて賭博士の増上数を手に入れる。大してお金も減らないし全然問題なし。でここで、HP を回復しようと思ったんだけど、思い出さないといけないのか。思い出す次焚き火の機会は全然ないので、どうしよっかな。いや思い出すのは最後でいいか。ちょっとこの先勝てるかどうかわからないので、先に回復をしておきましょう。でこれで、おお昆虫標本がイエスかも。エリートとの戦闘において敵の HP が 25% 低下する。この後エリートと戦う予定ございますかって言ったらあるんですよね。ここで1匹だけで、もしなんなら、あここにも焚き火があるからイエスですね。じゃあエリートと戦う回数ってあと2回なのか。いや2、でも2回のためにこの116買っとくの全然イエスですよ。あの矛と盾とも戦うのでね、あいつらが最初から HP 減ってくれてるとかなりアドバンテージを取ることができる。でモズクが来ました。これだったらエリートの方がマジだったな。どうしようかな。虚無の構えをそこ使って、究極の苦痛はいらんな。これでいいか。で最初からエナジーが5もあるから全部使うことできるね。入り貢ぎでしょ、虚無の構えでしょ、で、あとは幸運の守りを使ってスペシャル欲張り、欲張り、パワーカードセットですね。で痛みが来ましたが問題なし。資産21ですから、8ポイント7ポイントダメージ食らってしまうけど、特に問題ないかな。それぐらいだったら流血症も取っとこう。よしよし、聖堂のトゲが効いているじゃない。これでね、呪いのカードをこっちに押し付けてくるんですよね、この能力で。まあ呪いのカード別に押し付けられてもいいんですけど、かといってこのまま何もしないで手をこまないでいるわけにもいかないので、ちびちびダメージを与えていきます。ブーツが効いてますね。ブーツが結構そこそこ効いてますよ。資産21ダメージですから、痛みのダメージが結構効いてるな。よしよし、トゲが飾っている。流血症が来た、流血症が来たが、凡庸が邪魔だな、凡庸が邪魔だが、よし、遺恨使おう。遺恨を使ってスモークグリーンを使って凡庸を消してしまう。よし、 OK。 で流血状態になっているので、このメッタ出しがバチバチ効きますね。メッタ出す、メッタ出す、山のように来るな呪いのカードがさ。あこれこっちに呪いのカード押し付けてくるステータス以上じゃん。ああ規制がもらっちゃったよ、規制。まあ全然ね、このデッキだったら規制がもらったから、だから何っていう感じなんですけど、ここはね攻防と整理を使って1枚だけ消しておこうかな。悪魔の剣で筋力が上がるんですが、攻防の整理の方が価値がある。よし、流血しよう。あと拷問が来た。拷問でまず流血を与えて、流血症でさらに流血を与えて、で楽園で流血を与えて、さらに悪魔の剣を使って筋力を増やしていく。よし、 OK。 これノーダメージですよ。うん、悪意あるストライクでいいか。よし、食らわない。イエスイエスイエス。あとはマント着用を使ってノーペナルティ。あれ1ポイントダメージ食らった。あ痛みのせいか。邪魔だな、痛み。普通に
筋力がめちゃくちゃあるから、あとは勝手に流血で敵が死んでくれ。あ、流血どころではなく敵がやられてくれましたね。ちなみにこの聖職者の顔があるので HP がどん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 増えていってるんですよね。バイタルストライクは敵が流血であった場合にかなり効果的なカードなんですが、これは入れるかどうか迷うな。要するに1コストで22ポイントダメージなんですが、流血だった場合ね、どっちかというと流血増やす方に増やして、あの傾けていきたい行動を。今更22ポイントダメージ与えても大してシナジーじゃないわアドはないので、ここはパスしましょう。で、70ゴールドと瓶詰めの雷、獲得時スキルを1枚選択して、選択したカードを戦闘開始時手札に加える。要するにテンプか。じゃあスティングアイはアタックか。スキルね、まあどうせギャンブルチップあるからな。工房の整理、マントの借用、灰は灰にかな。灰は灰にで一気にドロー数を増やしましょう。で、ハテナハテナと言って、で、最後に燃え盛ったよりイートを倒してフィニッシュでいきましょうよ。お、根っこじゃん。で、灰は灰にがあるから、なんかこう、呪い系のカード来てくれたらイエスなんですけど、来るかな？来た。腐敗が来たね。じゃあまずは入り貢ぎをして、で灰は灰にで腐敗を捨ててガバちょっと得ましょうよカード。よしよし、イエスですよ。でこれで、楽印を使ってまずは敵を流血させていきましょう。スティングアイを使って、でさらに楽印を使って、でさらにメッタ出しを使うことによってエナジーを 1L プラマイ0で、攻防の整理を使ってさらにカード引いていこうかな。攻防の整理を使って怪我を捨てる。よしよし、メッタ出しが来ました。じゃあメッタ出しはタダで使えるのでもう一回使っちゃう。12ポイントダメージ出してこっちが4か。虚無の構えの方が強いかな。でも虚無らなかったら結構いろんな行動ができるんですよね。呪われし鎧を使って、虚無るほどのものではないな、これも敵。筋力 3L エセリアル。いらないかな。こんな短期決戦の敵にさ、筋力なんて得ても意味ないってさ。で、さらに拷問を使って、どんどん敵の流血が上がっていく。エナジーは余っていく。あ、攻撃してこなかったら意味ないんだよ。流血ってさ、ガンガン攻撃してきてほしい。よし、メッタ出しがありますね。じゃあまずメッタ出しを使う。マント着用も使って、で悪意やるストライクはノーコストでダメージなんか与えることができるんですけど、喋りながら気づいたんですけど、なんか豚エナジーがダダ余りするような構成なのにさ、エナジーゼロにするカードがいっぱいあって、はっきり言ってシナジー効いてないですよね。いらね。ニルリーのコーデックスあんまり役になってない。エナジーがどんどんお得にはなっていくのはイエスなんですけどね。まずは最初に遺恨を使って脱力を敵に与えて痛みを消します。痛みがあるとマジで邪魔ですからね。あと幸運の守り使って呪われしアミュレットを使って、さらに呪われしアミュレットを使ってガンガンカードを引いていくが、残骸しか来ない、呪いしか来ない、手札が呪いしかないのってこれ結構きついのかもな。なかなか難しいですね。まずメッタ出しを使って、さらにスタンストライクを使う。敵がスタンするので何もできなくなっちゃいますね。で、あとはね、スモークグリーンを使ってソウルリープで HP を回復していきましょう。なんか結構豚が圧倒してるように見えるかもしれませんが、そうでもないんですよね。痛みとかでダメージ食らっとるからして、はい、勝利しましたが、ちょっときついかな。呪われし魔法書、これ入れてどんどんカードの巡りを良くしていきましょう。ちょっと一回水入れてきますね。手元の水がなくなっちゃいました。ただいま、紅花豚尾です。
ちょっとね、手札がさ呪いでいっぱいになるっていうことが増えてきたから、デッキ太らせすぎちゃったかもしれないけど、でもまあデメリットとメリットがそれぞれあるからな。どうしよっかな。究極の苦痛は初手いらない、ストライクも別にいらない。最初の方はなるべくパワーカード一気に合わせていきたいね。まずマント着用でノーコストガードして、で入り貢ぎを使うでしょ、でハイワーハイニを使って一気にドローしていく。で一回的に流血をつけようか。どうしようかな。まずは流血をつけて、でめった出しでノーコスト攻撃をしていく。でヌンチャクでエナジーも上がる。すごいね、エナジーがもう本当にずっと余ってんのよ。うわー、不器用と腐敗が来た、邪魔だって。でもうなんかブロックがさ49になってるから、どうしようかなこれ。衝撃とイフ12ダメージを3回やらない、任務内のランダムな呪いを山札に加えてシャッフルする。これエナジーが3もあるから邪魔なんだけどね。どっちかっていうとこの高速移動の方がいいかな。このカーストくんっていうキャラクターってエナジーが余る系のキャラクターなのか、そうでもないような気がするけど、40ポイントの攻撃でしょ。まずは落ち着いて防御をして、でめった出しを使ってドロワレシ杖も使って防御と攻撃を両立させていく。でも28だからちょっとこれ以上はあんまり暴れる必要はないんですけど、せっかくなので敵の流血を増やしていこうかなって思ったんですが、こいつ流血って意味ないんだよな、よく考えると。こいつ流血させてもさ、高速移動を使って、あ凡庸だ、凡庸が来た瞬間に、凡庸が来た瞬間に終わるからさ、もしかしたら結構難しいのかもしれないね。悪魔の剣で一気に筋力を増やしていくか。カードを4枚引いてランダムの呪いを山札に加えシャッフル。これをしたら呪いのカードが増えるかもしれないから増えましたね。拷問エイ、あんまりこいつに流血、あんまりというか全く意味がないんですけどね。で悪魔の剣を使ってこれでめちゃくちゃ筋力上がって、筋力プラス4でシールドも21、めった出し、お防御が来たね。で次のターンめっちゃ引けるようにして、バイタルストライクで流血によって2倍のダメージになる。さらに呪いバレシアミュレットも使って、スティングアイも使っていって、で防御も使っちゃって、これで全ての行動を終えてしまいましたね。カードを2枚引いて、このターン手札の全てのカードのコストを1減少する。ネオの力いいね。というかドロー系のカードが欲しいからね。結構天敵かと思いましたが、なんとかなってますね。ネオの力が来た。じゃあまずネオの力をして、ほとんどのカードのコストを下げるか。よいしょ、よしよしよし、ゼロだよ、楽園で。防御もゼロだし、でこの虚無の構えもして、でソウルリープで HP も上がってる、筋力が上がってるから、とにかくね、回復量も HP の回復量も上がるんだね。であとは高速移動を使って、全部どうでもいいが、よしよしよし、どんどん増えていくじゃない。で楽園を使っていく、で呪われしる杖も使って防御もしつつ攻撃を与える。結構余裕ですね。3ポイントしかダメージ与えることができない。よし、あと一旦耐えればいいから全然問題なし。あ、凡庸がある。凡庸があるのはイエスではないが、凡庸を消す手段が全くない。規制が来たな。もう、エナジーが6もあるのに、あと1枚しかカードを使うことができない。ってなると、一番攻撃力が高いこのストライクを使って、まあ16ダメージに抑えることができたから、まあありっちゃありか。これでようやく消えてくれましたが、恐怖ポーションは別にそんないらないかな。厄介な手下、このカードを引く。このカード複製を手札に加え、7ブロックで残骸を手札に加え廃棄か。ドローソースじゃないからな。ドローアレスリリックは結構強いんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,30 ポイントダメージをコスト2で与えるって考えたら、そんなに強くないんだよね。レアカードではあるんですが、いらないかな。ことこの後に及んで、今後この
形に及んではさ、今は流血流血流血のことしか考えたくないのよ。よしよしよし、昆虫標本によってダメージが減っているじゃない、じゃあ HP が減ってるじゃない。悪魔の剣で筋力を上げていこうかと思ったんですが、灰は灰にの方がいいな。ソウルリープもいらない。楽園はいる。真ん中の訳あり九里女を吸血状態にしておきたいね。究極の苦痛がやばいぞこれ、いらんやつばっかり来た。まあでもとりあえず灰は灰にを使って増やしていく。めった出しか、めった出しか、やだな。9ポイント9ポイント、どっちかのキュウリを倒しておきたいんだよね。7と5で12ポイントだから1匹も倒すことができない。まあとりあえずこっちの弱そうなやつから殴っていって、呪われし鎧か。とりあえずこれで2人の攻撃は完全にガードすることができるんですが、あ、倒せた。どうしようかな、こっから一旦かかって1匹しかキュウリを倒すことができなかった。キュウリも速攻増えるし、 13×2 で26ポイントダメージも与えてくるし、やばいぞ。使おう、ステロイドポーションを使って、でこのターンにパワーを使って、でアタックを使ってスキルを使うと眼薬がついて、眼薬の効果でよいしょと、デバフが解除されるから筋力はプラス5のまま据え置きになるんですよね。でもだからどうしたっていう話を、ちょっとやばいなこれ。なんとか防御のカードが来てほしいので、一気に4枚捨てて代わりに4枚を得ていく。どう、スティングアイ、怪我、周知、怪我、役に立たねえ。どうしようもない、これ全部食らったら死ぬんじゃないの。26ポイントダメージでしょ、25で合計51に9だから合計60ポイントダメージよ。あ、これだ、脱力だ、脱力あたりでなんとかなる。エナジーが増えましたけど全く意味がない。これで死なんよね。18ポイントダメージで25、ぴったり死んだ。あ、布になってるじゃない、布に。あ、中身がないってこと、中身がないのかな、実体がないってことかな、魂が抜けて布だけ残りましたってことかな。いやー、これちょっと今回の範囲って何だったんでしょうか。呪いしか来ない状態っていうのがめちゃくちゃ多かったから、呪いのカード入れすぎかな。あとはね、この悪魔の剣ってあんまり役に立ってなかったよね。悠長なんですよ、筋力を上げるって。あと手札の呪いのカードを全て消してしまう、廃棄しちゃうっていうのをマイナスに働いてたような気がする。この悪魔の剣が問題だったのかな。あと究極の靴、はっきり言って邪魔、全然何の役にも立ってない。っていうか単純にさ、この流血鬼軸の戦い方があんまり強くないのかな。流血ってさ、毒と違って倍々にするみたいなカードが多分豚の知る限りないので、めっちゃちまちましてるんですよ。流血2与えてもう、なんか流血を、これでも流血たった3でしょ、2とか3でしょ。流血を与えても敵が攻撃してくるとは限らないし、で攻撃したところでまあ5ポイントとか6ポイントしか減らないので、流血の攻撃力そんなに高くないんですよね。流血だけじゃちょっと勝てないかなっていう。なんかサイレントちゃんの毒と通じてるところがあるかもしれない。サイレントちゃんの毒基軸もさ、雑魚的だとあんまり強くないんじゃないかな、悠長だから。結構というかかなり当たりだったんですけれども、レリックはちょっとうまくいかなかったですね。まあでもこれはあくまで実験会ですからね。流血って本当に強いのかなっていう実験をして、で、まあ、結果強くなかったよねっていうところなので、もうちょっと流血はいいかな。あくまで補助的なね、これめった出しとか強いかなって思ったんですけど、強くないし5ポイントダメージですよ。別にゼロコストで5ポイントダメージってさ、意味ありますか、よく考えたら。めった出し全然意味ないよね。これがさ、10とかさ、15だったらさ、ゼロコストで10ポイントも15ポイントもダメージ与えるって強いんですけど、ダメだな、めった出しが良くないね、これ。
めった刺しだわ。ダメージが少なすぎる。ゼロコストコポイントダメージって言ったら、もう爪とかに比べたらゴミカスじゃないですか。めった刺しは外れですね。まあちょっと勉強になったかな。マント着用は強いんですけどね、めった出しはちょっとマジでいらないな。3枚無理ちゃった、めった出し。これでデッキが圧縮されてたらまだ強いんですけど、このカースト君って呪いのカードを増やして、で廃棄してっていう感じで、カードデッキの枚数が簡単に増減したりするから、デッキ圧縮っていう考え方とちょっとあんまり合わないのかもしれないな。どうなんだろう。なんか今までこのコメントとかでさ、自分もカースト君使いましたみたいなコメント一切ないですけれども、もし遊んでみたよっていう人がいたら、ぜひ豚にねアドバイスをしていただければ幸いかと存じます。それでは次回もこの時間にお会いしましょう。ベニーバナー豚尾でした。おやすみなさい。布だったな。アセンション1でもクリアできないって相当よ。おやすみなさい。バイバイ。